ということで、一体どういう子役時代だったのか、こちらです。当時10歳の時に、そうやね、実は天チムさん、あの人気有名番組の天才テレビくんのテレビ戦士、はい、そしてレギュラー出演されてたんですよね。そうですよ、はい、見てくださいこの写真、可愛らしい、めちゃくちゃ可愛いんです。燃える要素ゼロやん橋本天花ちゃんで、通称天花凛ということで、非常に可愛らしい、そして人気を、ね、博していたんですけど、覚えてますか天才テレビくん時代。覚えてますよ。なんかその後ね、例えばウエンツくんとこの生田くんはずっと仲良しでとかってありますけど、当時のこう同窓生、はい、同級生みたいなつながりはあったりするんですか。でも今でもたまに連絡を取ることはゼロではないんですけれど、そうでもなんかその仲良くみんなご飯とかっていうのはあんまり呼ばれることはないまあ何があったかはこの後いろいろご説明しますけれども、うん、あんまりそこでね、じゃあみんなで会ってとかっていうことはなかった。